寝顔がかわいいな。やりくん TV ファミリービログ、見てたら一瞬眠くなっちゃう。ニーニーはまだ眠くないの？疲れてんね。本調子じゃないのかもね。鼻水がねめっちゃ出るもん、ね、うん、鼻水ずっと垂らしてるよね。いやパパもだってシーシーのが映ったっぽいもの、鼻水。あ、食欲は全然あるけど。ん？顔。うん。ね、てってね。熱いね。結構寝てるね今日。さ、うん、ウォーターサーバーの上に置きっぱなしにしてたよ。プリーズマネー。それ何？イーシャンと、イーシャンがウォーターサーバーの上にコップを置きっぱなしにするのよ、使ったコップを。あ、でやめて、それやめて危ないからって言ってもやめないんだ。そう、やめないから、もうだったらママは考えますって言って、うん、罰金100円にしたの。見つけたら罰金100円。100円でいいんだ。1000円ぐらいにするか。いやだって1000円だったらさ、罰金借金だ。あ、確かに確かに。え、ウォーターサーバーの上って、あのウォーターサーバーの上に置くのいいじゃん。そう、コップね、使ったコップ。ダメじゃん、ね、まあ、危ない。プラスチックだったらまだしも、ガラスのやつとか置いたりするのよ、うん、ああ、あら、罰金いくら、何回ぐらいしたの？昨日の分と、うん、今日の分。じゃあ罰金200円じゃん。これくれ。あ。200円で済むんだったらね。うん、今月100円でやって守られなかったら来月は500円だな。うん、あとあれもゲームソフト代もらってないから。ゲームソフト代もだって。昨日買ったやつ。何買ったの？あ、マリオか。よこせよこせ。確かない。6700円ですよ。だから6900円ください。あと今日買ったアミーボ代もね。え、今日アミーボ買ったん？アミーボ買った。今日さ、さっきあのリトルナイトメア2、うん、買いに行ったのよ、うん、でまあそれはパパに頼まれたからそれはいい、いいんだけど、うん、イーシャンのからじゃなくていいんだけど、うん、その時に、なんだっけあれ、マリオのアミーボのなんか2個セットのやつがあって、すごい欲しいって言って買ったよね。お金のやり取りが親子の多いな。あれはいいにしてあげる。昨日のしりとりのやつは。いい。ああ、しりとり、あ。帰りの車の中でしりとりしたもんね。パパからもどうぞ。ああ、俺も、そっか。後で没収して、じゃあ。パパ、体の調子が悪いから、後で。しりとりの分はいいよ、印象は。しょうがない。いくら負けたんだっけ？しり、あ、そっか、3000円か。3000円ずつね。うん、しりとり、ママにしりとりで負けたんだよね。めちゃめちゃ、しりとりめちゃめちゃ強くなかった、ママ。ねえ、ちなみに今のお金のやりとりは終わったのも。終わった。そっか。罰金200円プラス？プラス
アミーボ代とマリオ。いくら払ったの今。アミーボ代っていくらなの。そんな持ってたの君お金。マジで持ってんなぁ。この前なんだっけ、なんかのゲームでさ、5000円ゲットしたの。あー、したね。その後になんかのゲームで1万円ゲットしたじゃん。あー、あ、なんだっけ、忘れちゃう。何のゲームだっけ。あの、多分5000円はあれだよね。ブルブルマシン。あー、ブルブルマシンが1万円でしょ。え、ブルブルマシンが1万円でしょ。その前にあれやったじゃん、なんか飛行機のさ、コインで。うん、あれが5000円か。うん、多分。そっか使ってないもんね。うん、なるほどね。使うところがなかったもんね。なるほどね。それを今払ったんだね、それでね。なるほどね。でもマリオは欲しいって言ってずっとなんか我慢してたもんね。うん。うん、なるほどね。これはマリオに使うから使わないんだって言ってね。3D ワールドね。面白がい？面白い。3D ワールド。ハマってんだもん。爆睡。見てこの。かわいい。かわいい。医者もそんなだったんだよ。今もお前も可愛いぞ。おわぁ、キモ。マジでやめて、もう。やめろ、もうパパ今病人なんだからさ、やめろよ、マジで。調子悪いんだよ、パパ。危ない。アホ越えて、草越えて、森越えて、地平線側。なんだっけ、ジャングル越えて。ああ、ジャングル越えて地平線側。なんかママ曰く地平線側なんでしょ。ようわからんけど、ジャングルの上は地平線側ってね。地平線って言った、地平線だわって言った、地平線側って。あ、そういうこと。地平線だわだわって言ったんだ。そういうことね。デコピンさして、思いっきり、ね、デコピンさして。やだだよお前。一回デコピンしたから僕もデコ、うんうん、やまんの。あなたを浮かべて、これからパパ病人なんだって、もうマジで頼むわ。もう、はい、おしまい。ちゃん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 。